だろう。でもうどんどん草箱に一人で入っちゃって、入ってったら道あるんだよね、自然の道、川が流れた跡とか、雨なんか降らないとこやから、降ったら結構ガーって草なぎ倒して道になるんやけど、そこ入ってったら道があるなと思って、たまになんか動物の巣踏み抜いたりするんやけど、それ以外は、まあ、道すごい行きやすいな、これ、こんなとこに道あるやんとか。で、これって、そこの砂漠に住んでる人たちも誰も知らないんやけども、でも誰か知ってないとまずいんじゃないのとか思った。要するにみんな道に乗って、スピード競ってるわけやけども、その道をものすごく速く走れる優秀な人間っていうのは絶対必要なわけやけども、全員道に乗っちゃったら、道の外にある世界っていうのが分かんなくなってしまう。誰も知らなくなっちゃう。だからそれこそ道壊れちゃったら、みんな途方に暮れるわけで、その時にだから、道の外に道があるっていうことを知ってる人間の必要性っていうのが出てくる。だから、そこでまあ役に立つわけで、そういう、わざと道から降りちゃうような変な人っているんじゃない？必要なんじゃないの？と思った。だから誰も知らないことを知ってるわけで。その言葉っていうか、それをなんか体感、自分の実体験からこうね、走ってる時に感じるってなんかすごいですね。それはでも砂漠でね、いっぱいそういう気づきみたいなのがあって、その変な人って、大事にしてやったんちゃうかなとか思って。地平線会議って冒険家の集まりがあって、地平線会議昔から2000人ぐらいは地平線みたいに変なわけのわかんないことを全力でやってる人間、世の中地平線関係者2000人ぐらいいるだろうっていう話があるんやけども、それがまあそういう人たちで、だから普通の時は何の役にも立てへんけど、なんか非常時には多分役に立つかもしんない。もしかしたら一生役に立たないかもしんないけど。だからそれ、多様性って大事ですよねっていうことで出てるけど、まあそうやと思う。だから、そういうわけわかんない人たちっていうのも必要なんだなと思う。